どうよ。まあとりあえずこういう系をちょっとやっといて。どこに止めたっけ？これ。おごめん。目の前ごめん。あのあそこやね。これね。お、あるね。これだね。あー、そこにおるんか。ちょっと行きたくねえな。これは。何の音？ちょっと入ろう。所有しておこう。それがいい。で、安定した。OK。ならばよろしい。怖かった。だいぶ怖かった。無言になっとった。で、金属プレートとカーボンナノチューブ、金属プレート、カーボンナノチューブが。炭素が足らねえ。炭素が足らねえ。で、で、とりあえずこれで。よし、とりあえずは電力工作。
よし、とりあえずは前の整形なんで。どこや？ミッションボード、あった、こいつや。ミッションボードを見る。ここやね。戻ろう。怖かった。めっちゃ怖かった。冷房いる。冷房いるわ、これ。さあ、じゃあ、こいつやね。ジョブラ、グラブル、ワルワルナイ、ワル。生命体は瞳の奥に生かすから恐怖と驚きを受けて私を見ている。あれ？あれ？あれあれ？ここじゃなかった？あれあれ？コーバックスからの評価を上げる。コーバックスからの、あ、バイキンって載ってるからコーバックスやから、これ違うやね。今思った。皆さん、手札もよろしくお願いします。ではね、今日も、ローマンズスカイ。ストーリーの方を進めていきたいかななんて思ってます。まあ、前回まではね、いろいろやってましたけど、じゃない。よう間違えるんだよね。うん。で、今回こそはね、この星々の中で一人の、異星生物からの評価を上げるっていう。で、このコミュニティリサーチ、やっていかないとね、いけないかななんて思ってるんで、とりあえず、ここでね、ネクサスミッション完了するってやつなんですけど、これね、中空間で、ナーダとボーロが、ナーダとボーロどっかいたよね。メニューからアノマリを呼び出せる、ナーダとボーロね。あ、なるほどね。宇宙空間でやるやつね。で、まだここにね、ラリアントビラーが食い込んでおります。食い込んでおります。いや、ほんとね、ようなるんだよね、この、こういうことがね。とりあえず行きましょう。こちら側から上に登って、ちょっと覚えてね。ここですね、ナーダとボーロ。あっち行こう。ナーダは信号を見た。友であるトラベラーよ。エンティティアルテミスと接続したのか。ナーダにアルテミスのことを話す。友であるアルテミスが他のトラベラーと会いたがっているというのか。しかしアルテミスは、だからナーダは忘れられたらしい。奇妙なことだが、このエンティティを助けるにごしたことはない。友のトラベラーよ。ただ、だが用心した方がいい。アルテミスが誰なのかって話。エンティティアルテミスはトラベラーのエンティティだったお前と同じだ。ナーダはその安全を確保し、アルテミスはナーダの知るところとなった。このエンティティは、エンティティアルテミスかもしれないが、反復行動が異なる。この方法で、エンティティアルテミスに、だったんだ。あるいは偽りか。宇宙はナーダたちの小さな家を好まない。ナーダは宇宙のルールを知らず、罰を受ける。ナノマシンジュリがいる。で、あとボーロやね。まあ、生きてた。ナーダの友人は消えた。アノマリを。ボーロたちの、ポールね。ポールたちの家へ導いてくれました。シンクロハンターから守ってくれたんです。ナーダは本当にいい友人です。きっと友人アルテミスはポールのたちのことを忘れています。悲しいことです。あるいは友人アルテミスはどこかへ旅立ったのでしょう。
まだ私たちが出会っていない人格へと。聞いたけど、あ、これっぽいな、見た感じ。あ、これ、これっすか。これですか。そうですか。友情の力、危険な海賊を感じ。週末イベント。ああ。遭難した生命体を救助する。なるほどね。でもこれでやると嫌な予感するんだけど。大丈夫かな？ちょっと不安。不安。いや、ほんまにこれこっちか？ちょっと分からなってきた。異性生物からの評価やからね。多分これじゃないわ。うん。うん。宇宙ステーションのミッションボードで順位を上げる。ほぼスクスからの評価ね。ちょっと下がってもだからね、前ね。やっとって。わけわからずに。やって。その結果、こっちが。さあ、こっちやね。違うね。やっぱ。どこで降りた俺。ああ、あの上か。まあ行こう。こっちじゃないってことは分かった。こっちは、どうした？行けるよね。どうも分からん。いや、一瞬止まったからびっくりした。ってことはや、宇宙ステーション行かなあかんねんね。それは分かった。さあ、こいつやね。トラベラー、何よ、わからん。我々。ない。うん。これ以上私に言うことがないのは明らかだ。は？ちょっと待って。積んでね、これ。ちょっと待って。星のような発射。危険な海賊。あ、これ受けようか。とりあえずは。外気員のやつやからね。それしたい。したらいい。した方がいいな。これだけやね。危険、星のような発射。ミッションターゲット。ああ、こっち、あ、こっちやってるのか。さあ、やるか。お？何？こういうの苦手なんだよね、俺。どこにおるかな。いや、わからん。あ、行くんじゃなかった。ほらな、こうやってな、やられるんだよ。それがオチなんだよ。ちょっと待って、どこに行った。苦手、ほんまに苦手。こういう時のためよ。これでやる。どこ行った、どこ行った。ちょっと待って、もう、うるせえ。OK。 ほらー、うん、どこに行った。
まだいかんか、いってあっぶこれ危ない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 。どんだけおるん。いや、ほんまそこよ。あかん、ちょっと待って。へい、終わった、一匹終わった。お、ユースオブウェポンズ、それは使ったからやろうね。あが、ミスった。うん、よし、まあいいよ。けい、うっ、あー、いいね。ああ。さあ、バトリンならん程度に移動しながら戦わねえとな。けい、俺の勝ち。俺の勝ち来たかな。チョークアップバイキンかける1。もういなくなった。さすがに。いないね。旅のワイルストーンを達成。ありがとうございます。5キロ宇宙船を破壊。ありがとうございました。ということね。いやー、ちょっとやりにくかったかな。いや、ほんと。うん。俺ね、昔からね、こういう系のゲーム、スカイウォーズのゲーム、少しね、64であって、レースゲームやねんけど、それぐらいしかね、やったことないんだ。あとバイクのゲームね。レースゲーム。まあ、レースゲームじゃなくて、宇宙トスゲームなんやけど、宇宙トスゲームね、地上にね、いてればね、すごくやりやすいんやけど、宇宙空間とか、こういう場面での戦闘は俺苦手。ミッション達成。ありがとうございます。バイキンの評価。ミッションを提出。ありがとうございます。バイキンミッションレベル2。コンプリートですね。どうよ、行ったんじゃねえの？フォーバックスからの評価を上げる。ほらね、評価上げる。多分これ。ああ、やっぱそうだ。ミッションボード受けられないっていうことは、何かと話して、何か、誰かと話して、要求言語スキルを、そして、達人長の生命体が私を観察しているようにか、ここで言うべき適切な、したなんか言えないか、不臭。なんだろう、急いで考えなければ。急いで。どっちやろね、ちょっとよう分かってないけど。オペレーターやから、上の方してる。オペレーター、品質をしようとするが、だらんと伸ばす。この手は大きな意味を持つもの、どう答えたらいいか分からないらしい。おう。まあ、いろいろと話しかけていってね。何それ近づくと慌てた様子で帰るな。要求する。小さいヤギをこちらに顔向けているが何の表情もない。どうやら聞いてはいるらしい。ゴーバックスの言葉で何というのだ。研究室。小さい
ヤギのレンズが輝く。私によくよくして突然この会話に一層熱が浴びる。あ、評価アップきた。じゃあここで切れるになるんじゃなかろうか。無理なんかい。無理なんかい。いや、マジそれだ。まあ、いろいろと話しかけていこうなら、それがいい。優秀なトラベラーさんのコーラボコーバックスの研究しつつ、あなたの仕事。電子生命体は静かにその、そして慎重に話した。マスタッシュの光が光る、マスクの光が、咳払いをして声の調子を整える。思い浮かぶコーバックスのことはいくつかある。中身。関心を持ったくて物理学者のチュラは、ノチャテは夢中になっている。私のフォーバスキングの部位を増やそうと別の言葉を教えてくれた。よりもし。ありがとうございます。よし。存在窓にも話していこう。コンプレイ。パーセン。コーバックスは異常なほど静かにレンズに映し出される。ひっくりだけがリズミカルに待って。存在窓はこちらの顔を向けているが何の表情もない。どうやら聞いてもいるらしい。吸収しかないんだけど。存在窓は贈り物をくれた私の需要を満たすもののようだ。何もらった？光を放つコース。なんだそれは？なんだそれは？